私たちのファンが日本からアメリカへ会いに来た。お互い不安だったけど、日々の生活の中で少しずつ分かり合っていく。積極的に子供たちと関わり合って、わずかな時間で最大限の経験を獲得していくリサちゃん。第1弾の方も見てね。それからさらに1週間後。そう、見るときはここ見るね。はい、うん、マンデークリーニングはまだ実在中。今日はお手伝いをしてもらっています。今日はリサちゃんが髪の毛を切りに行きます。こんな感じでなりたいようなので、必死に例の写真を探してる。見つけた。なんかおかっぱみたいじゃないですか。なんかもうあのおかっぱにしか見えなくて笑っちゃいましたよ。それでもピースは欠かさない。リサちゃんは本当に体を気を使って水分をこまめにとっていました。私も水を飲まなくてはいけないと思って、ちょっと自分に喝を入れようって。これ、ちょっとした私のおすすめ商品です。ある時間までここまで飲むっていう目安があるんだよね。一日に飲み終わった後に達成感あり。似たような商品が日本のアマゾンで売っていました。興味のある方はどうぞ。今日でリサちゃんは、日本に帰ります。2週間結局やってみてどうだったかっていうところを今日は振り返って聞いてみたいと思います。質問忘れちゃったんだよね。どうでした？ちょっと待って、セクルケーニングでしょ。ちょっと雑だね。一応メモってるんだけど、はい、で今から帰るんですけれども、帰る気持ち、どんな気持ちでしょう？帰る、まあ日本はいいところだなってやっぱ改めて思った期間だったし、まあ、帰る気持ちはもうママ、ワクワク。何が一番楽しいの？三種のチーズ牛丼。好きやの牛丼でね。今朝からずっと言ってるの。もう帰るはもう準備、心は決まってるの？はい。一応決まってるらしい。決まってはいます。ね、寂しい派と楽しみ派。楽しかったこと。一番、これが超楽しかったっていう。トップゴルフ。トップゴルフ。ね、めちゃめちゃ楽しかった。ここは家族で楽しめるゴルフの打ちっぱなし場です。行け。ああ悪くない悪くない、そっちじゃない。料理やろう。これはフーズボールといって、ビルが職場でよくやっていたらしいです。だから見るとどうしてもやりたくなって、子供だろうが容赦ないビル。こういうとこね、変わってないパパになった後も。Put that in your nose. Just roll it around. 実はこの日、カイが体調を崩してしまって、リサちゃんの帰省の件もあるので、至急コロナテストを受けさせました。友達とか学生同士で行くと、多分相当白熱した戦いになるんじゃないかなって思って。しかもなんか日本だとその打ちっぱなしとかゴルフっていうのは大人っていうなんかイメージあったけど、それこそコビとかライアンでも全然できるし、なんならもっとちっちゃい子とかもやってたんで。なんかこれストレスだなっていう。ああ、やっぱ PCR テスト最後がやっぱりドキドキ。今から行きますよ。大丈夫ですか？ちょっと緊張が。ちょっと緊張ね。PCR テスト受けます。はい。頑張りください。頑張ります。全然体調悪いはずないのに、なんか誰かが体調悪くなったって。あ、じゃあ、自分も体調悪いか。とは言ってましたが、PCR 結果待ちのランチタイムに。でかい。ほら。絶対心配してないね。あ、やっぱストレスですね。ちょっとストレスだね。ほぼ毎日のように午後から日本食レストランへボランティアをしていましたが、一日たりともへこたれたことは言わないで、この殺伐としたレストランに向かっていきました。心折れそうな時もあったとは思います。電話を聞き取れるようになった、なんかやっぱりその予想して聞くっていうことが多かった。例えば
あの新しい箸ちょうだいとかでも、あ、チョップスティック、あ、新しい箸かみたいな感じで、なんやかんや行けたし、楽しく、最初はちょっと本当に英語全然分かんなかったんですけど、クタクタだった、うん、本当に1日目クタクタで帰ってきたんですけど、いかがですか？もうとても疲れました。自分から I can't speak English って言って、 Only Japanese, Only Japanese って言ってたら、すごいなんか優しくて、すごいゆっくり話してくれたり、でもあのアメリカのハンバーガー屋さんとかだったらもしかしたらきついかもしれないけど、まあ、日本料理屋さん、日本料理だっていうところが結構大きい、うんうん、まあむちゃくちゃいい職場ですよね。いいよ、いい、すんごいいい職場だし、めちゃくちゃ優しい、うん、みんな喋れないで行ってる人とか、わからない人同士で行、ね、ってる部分で、わからないわからないで助け合ってる部分あるよね、うん、絶対お互いね。そうですね。しかもここは対等として、英語が喋れないから仕事しない、できない、仕事ができないとか、そういう風に突っ込むことはないよね。あ、ないです。僕もだって日本も喋れないしとか、私も英語喋れないしで、50-50 だよね、あの環境で。じゃあ英語喋れないんだったら、じゃあオーダー取れないだけだよねみたいな、うん、オーダー取れない以外はできるよねみたいな、その皆ちゃんも怖いけど一歩踏み出したんですごい。何が違うの？マジで、コストコの印象はどうでしたか？うん、日本と変わらなすぎて、うん、ちょっと残念でした。ちょっとトレーダー上です。ででーん。整理整頓もされてるな。整理整頓。まあ、どこもされてる。なんかおしゃれに撮ってくださいね。分かってるよ。はい。ごめん、ビデオだった。まあ、アメリカにちょっと住んでみたいなって思った。まあまあまあ、なんかで子供たちとってはちょっと住みづらいのかなってちょっと思ったところもあるけど、どういうところで住みづらいのかなって思った。やっぱり、うん、あのやっぱ日本の感覚でいると、親、例えば学校までは歩いて登下校するってのが当たり前だったり、部活は自転車で行くっていうのが当たり前だったり、そういう当たり前が当たり前じゃなくて、なんかここではあくまでも保護者の監視下じゃないといけないとか、お留守番しちゃいけないとか、日本にないルールがたくさんあって、そういうところが、その私がもしそのアメリカの子供だったら、ちょっと住みづらく感じちゃうのかなっていうのは思いました。まあでもアメリカで生まれた子たちはさ、もうそれがアメリカが普通だから。確かにそうですね。自分がシングルでアメリカに行くっていうのは、あ、ちょっとやってみたいなと思う。やっぱちょっとやってみたい気はやっぱしますね。確かに。あ、でもこっちの方がなんかおしゃれっぽい。おしゃれっぽい。キューティクルなんかいらない肉。この会話理解できるのって私たちだけ？このネイルサロンはちょっと日本とは違いますよね。足をきれいにしてくれて、こうしてね、マッサージもしてくれるんですよ。もうくすぐったいね。こんな感じです。今からこれで買い物行ってきます。いい意味でも悪い意味でも、その文化の違いとか、食べ物とか言葉とか、そういうのに触れるってやっぱり若い時しかできないと思うんで、シングルだったらいけるかな。まあ留学ぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。常にね、帰れる前提っていうのが前にあれば、なんとなくね、怖がらないで。そうですね、勇気だけつけて。はい、じゃあ最後に聞いてみたいと思うんですけれども、アメリカを一言で言うなら、大それか、うん、でかかった。もう自然も規模がの大きさが違うの大だし、ハンバーガーでかすぎるし、体もでかいし、なんかケーキもでかいし、で、今回は、リスナーのね、2週間ほどストーカーのように、ね、写真を撮り続けてきました。皆さんはいかがでしたでしょうか？もしよろしければ、なんだっけ、グッドボタン、グッドボタン、コメント、チャンネル、コメント、チャンネル、言ったことないんだよね。いつもバイ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 。よろしくお願いします。最後、年の差から始まって全く共通点がない私たちだったんだけど、一緒に生活していく中でたくさんリサちゃんの良さを見ることができました。学生さんでお金もないのに、たくさんのお土産も買ってきてくれて、掃除も洗濯もたくさんしてくれて、美味しいご飯も作ってくれたり、子供の面倒もたくさん見てくれて、
リサちゃんとアメリカで過ごしたあの日々はすんごく楽しかった。荷物をまとめる姿を見ているときすごく悲しくなっちゃった。リサ、本当にアメリカまで来てくれてありがとう。次はファンじゃなくて友達として来てね。